おはようございます。ジェントル吉祥のプレイ動画、本日も楽しくやってまいりましょう。本日やらせていただくゲームはこちら、ファイナルファンタジー14でございます。レベル80のダンジョンになりますかね。異界以降シルクスツイニングですね。やってまいりたいと思います。本日もロールは暗黒騎士でございますね。レベル80のダンジョン、装備がいろいろと出るといいのですが、どうでしょうね。やってまいりましょう。よろしくお願いいたします。よいしょ。そしてご飯、最後のバケットですね、食べて。いや、しかしレベルの高い、そう、食事がバケットって、よいしょ。音楽が非常にかっこいい、ロック調ですね。これは盛り上がってまいりますね。おっと、よいしょ。敵は全部5体ですね。やっぱ結構範囲が、よいしょ、大事になってくるんでしょうかね。よいしょ。これでデリリアムからのクワイタス5発撃てるでしょうかね。よいしょ。4発の5発、よいしょ。これはもう範囲、先ほどちょっとね、学者なんかも触ってみていたんですが、やはり結構範囲は撃ちやすくなっておりましたね。まあ、その分ちょっとね、 MP を消費したりは、おーっと食らってくしてしまうのですが、よいしょ。エンフォースドロイド209、メカメカしたダンジョンになりますね。よいしょ。はい、 OK。単純に5匹って結構しんどいですよね。ヒーラーさんにはかなりご負担をかけることになりますね。いやー、装備を早いところ揃えたい。武器は今のところどうなんでしょうね。極ティターニアの武器がかなりやはりね、IL が高いという話だったのですが、おっ、ここか。ビョーン。今度の敵はやはり5体でございますかね。よいしょ、5体いますね。しっかりと範囲攻撃で攻撃してまいりましょう。よいしょ。32トンストライク、32トン、少ない中途半端な数ですね。よいしょ。これでさあ、クワイタスの連打だ。ゴクワイタスいけるだろうか。あー、でももう踊り子で80なられスイングって言ってる。しまった、が食らってく。いや、みんな食らってるそうかそうか、スイング、そうですね、ミノタウロスでございますから、そりゃスイングきますよね。よいしょ。全員食らってしまいましたね。ちょっとミノタウロスはフォーカスターゲットしておきましょうね。これはやはりちょっと若干私も装備がかなりね、まだ70台の装備も含まれておりますので、スイング、128トンスイング、スイングは逃げる。よし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 、残り2匹ですね。この辺りはもう本当に何度も回って装備を集めてあげるしかないですね。バツンとザグナル、お、今回は2匹だけでございますかね。2匹、さすがに2匹の時は単体火力で攻めましょうかね。追加で何、あっと、ちょっとタギが漏れちゃってるな。よいしょ、失礼失礼。そうですね、特に追加が来ることもなく、綺麗にタギが2つに割れてますね。まるでフェイスの時のような。よいしょ。まだこのね、シルクツイニングももし行けるようであればフェイスで来ようかと思ったんですが、1回クリアしないとダメなのか、そもそもこのシルクスツイニングがね、フェイスに対応していないのかわからなかったんですが、ちょっと来れなかったんですよね。よいしょ、しゃくり上げ、よし、 OK。 1匹1匹がかなり硬いですね。お、なんかいっぱいいる。4匹です。でかい。
普通にもうボス量産いやこれで量産型か、恐ろしいですね。メインヘッドなんだ、主な頭ということですかね。よいしょ、これでぐるりと。この量産型もなんか怖い攻撃してきそうなのでフォーカスターゲットしておきましょうね。範囲攻撃でやるときはナーブガスでかい。スタン効きましたね。あ、スタン効いたけどそのまま続攻で、あ違う、私今違うのにスタンしましたね。さては量産型カーリア、いやもう攻撃がもうほとんど範囲攻撃がもう主軸ですね。ここに来るまでの ID 結構ね、この範囲と単体となんていうお話をさせていただきながら来たんですが、もうここまで来ると単体攻撃を打つことがほぼないぐらいな感じでございますね。これ残ったやつとか、まあ、4匹いて4匹の中で1匹だけ強いやつとかそういうことですかね。あ、ここ関係なかったのか。さて、リューン、バハムートのところにちょっと構造は似ているような感じですが、1匹目のボスですね、アルファザグナル。よいしょ、おお、なんか落っこちそうな感じですけどどうでしょうね。アウガースマッシュ、これはメインタンクに痛いやつ。名前で分かりやすいのはいいですよね。ビーストロア、それではこれが全体攻撃でございますかね。リプライザルを合わせておきましょう。ビーストですね、ビーストロアは全体攻撃。さあ、立ち上がりましたね。立ち上がる系ですか。立ち、いや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 、変形していく。なるほど、かっこいいなそういう感じですね。ちょっと今何してるんだ。あ、なるほど、ちょっと頭の上にこれ 1,2,3,4 ですね。 1,2,3,4 順番に、おー、なんかいっぱい来ました。なんかいっぱい来た。あれあれあれ、これは全部ターゲット取ってあげたらいいですね。よいしょ、ボス戦でも範囲でございますか。よいしょ、これはなかなかしんどそうな、おお、範囲が全員に頭の上に AOE 範囲がついてドカンと。これは結構ハードルが高いですね。いやー、なんかいっぱいいる。バッツーンと、ちょっと MP がなくなってしまったので回復をさせつつ、ちょっとクワイタス連打ですね。ビーストロアは全体攻撃で、あー、リプライザル間に合わない、申し訳ない。おそして頭割りが来ましたね。頭割れているだろうか。みんなの姿が見えない。いた、ありがとう。おお、頭割り連続、そして地面に何かしついてますね。これ外に外れてさらに頭割りということですか。頭割りプラス地面に何かが残る。おお、なるほど、ちょっとこっちに引いてあげましょうね。いやー、そして立ち上がって先ほどと同じように頭の上に、あ、つきますね。 1,2,3,4 順番にこう直線範囲攻撃のような感じだったので重ならなければ多分大丈夫かとは思いますね。よいしょ、ちょっとこっちにグイッと引いてあげた。ビーストラは全体攻撃なのでリプライザルを合わせてあげましょう。モンクさんがいらっしゃるのでちょっと位置取りはね非常に大事なので気を使いたいところではあるのですが、なかなかちょっと余裕がね、しっかり重ならないように一人一人受けてあげる。はいはい、結構範囲が広いですね。アウガースマッシュはメインタンクに痛いやつですのでブラックナイトしっかりと合わせてあげる。硬い、強い、いいね、面白いですね。ビーストロアは全体攻撃、しかしながらリプライザルはない、耐えて、そこまで大きなダメージの範囲攻撃ではないですね。あー、しかしながら2連続できますか。2連続、ちょっとここでブラッドスピラー連打していきましょうね。ブラッドスピラー LB が溜まったのでいいですね、打っていく。さあ、残り 12%、 これは先ほどと同じように頭割りで地面に何かしらこうデバフ、やけどのつく地面が出現しますよね。しっかり後を追ってあげてギリギリ外角ぐらいで受けてあげる。よいしょ、残り 4% でございますね。ちょっとギリギリ端っこまで引いてあげたら後ろから殴れるかな。よーし、 OK。 いやー、強かった。途中のあれですね、雑魚でかなりかき乱された感はありますね。4匹の雑魚、これで、あー、レベル80の装備、あー、出ないな暗黒騎士のね、80の装備が欲しいですね。左側、装備のね、左側は
をクエストでもらったこの青装備がありますので、今出てたのがチョーカーですとか右列の装備ですのでね、ぜひぜひ何回かね周回して揃えたいですね。よいしょ、3匹、4匹目が来ますね。ちょっとこれも迎えに行っちゃいましょうね。よいしょ、間に合わない、ほい、ちょっと漏れ気味で漏れてましたけど、よし取れましたね。よいしょよいしょ、途中で追加、まだ来ますかね、さすがにもうないか。4匹、まあもうこのアンリーシュ、そしてこのストルワートソウル、さらにこの漆黒の波動、もう範囲攻撃全部で6種類5種類ですか。影分身は呼んでおきましょうね。いやーロールクエストね、暗黒騎士のロールクエストをやらせていただいて、タンクのロールクエストか、その後ね暗黒騎士のジョブ系もやらせていただいたんですが、なんか非常に良かったとても良かった。もう技、いやこれ以上は言うまい。さてこれで4匹の処理が完了ですね。よいしょ、ちょっとねアクセサリーはまだ75の装備とかも失礼ながら使っているのでね、ぜひここで出したいですね。よいしょ、極ティターニアですとかね、そういったところも攻略は進めてまいりたいので、なんとかその前にねこういったところで装備を整えたいところですね。よいしょ、若干でもやはり今までのダンジョンに比べたら難易度ははるかに高いですね。この雑魚の討伐スピードにしろ何にしろ結構敵が強いなと感じいる。よいしょよいしょ、3匹火力になんとかこう回してね、結構今回ヒーラーもかなりね火力に回せるスキルが増えたみたいなので、いや次に来るエレンでございますか、ノーマルレイド、かなり必要火力がね高くなってるんじゃないかなと、楽しみでございますね。あとで牧人を叩きましょう。5匹ですね。あれはもう最初から抑えておきたいですが、向こう行っちゃいましたね。途中からの合流になるぐらいであれば最初から抑えておきたいですが、ちょっとなんかあそこまでグイッと行く勇気がないですね。後回しになってしまいました。向こうからまた戻ってきますかね。よいしょ、範囲攻撃、クワイダスも、クワイダスが割とメイン火力になりますからね、クワイダス、そしてよいしょ、漆黒の波動をクワイダス、 MP が歴史代も漆黒の波動ですね。火力としてもかなり優秀ですね。よいしょ、レベル80のスキル影見、まあ、かなり強いですけども、やはりあれも単体用という感じは否めないですね。よいしょ、まあ、ブラッドポイント50使いますので、まあ、こうやって呼んでみますけれども、24秒の、ね、効果中、まあ、6秒くらいこの登場シーンで終わるというね、なので実質、まあ、18秒間ですか。私が使えるスキルでね、今もクワイタスを使った、クワイタス使うのか、ランダムなんですかね、覚えているスキルをどんどん使ってくれる、なので火力はかなり高いですね。この瞬間味方がね5人いるようなものでございますので、火力としてはかなり使える、ただし効果が短い。せめて24秒フルで使えればまたちょっと違うんですけれどもね。ベルセルクちょっとスタンさせてあげたいですね。スタン、よいしょしょ、これで範囲攻撃を仕掛けつつ、よいしょ、ブラックナイトで防御もしつつ、 AOE を踏まないようにやることが盛りだくさんですね。よいしょ、漆黒の波動、ストルワートソウル、いやこんな戦い方になるとはという感じですね。よいしょ、割とね本当今までは1対1でしっかり火力を出してっていうところでございましたが、こういうねこの範囲の戦い方って今までなんて言うんでしょう、一種というか邪道とまではいかないですけれどもね、あまりこう正攻法ではなかった気はいたしますが、漆黒のヴィランズを迎えて70以降もうこの範囲攻撃をうまくする、そっちに比重が寄った形がいたしますね。アーモロードキャスターリング、くそー、キャスターかー、ミトリダテス、フォーカスターゲット、さあ2匹目のボスですね。ちょっと人っぽい、さあ
て、なんかひょうひょうとしてますね。どんな感じの攻撃をしてくるやら。サンダービームはメインタンクに痛いやつ。そうですね、なんか最近的中率が高い。いいぞ。さてその次は、あ、でもあまり攻撃してこないな。もう 10% なんかチャージしましたね。なんとかチャージってみましたね今ね。うーん、雷の弾みたいなのが出てきましたね。いやー、しかも結構な数ありますね。あれはどうなりますかね今。おー、やっぱりそうか、円形範囲で爆発でございますね。まあ、範囲はそこまで広くなかったので、レーザーブレ、おおおおお、なかなかな AOE ですね。アンチがポチしかない。アンチポチですね。あ、でもそこまでもすぐに発動というわけでもないので、サンダービーム、サンダービームはわからなかったなあれ今メインタンクに痛いやつではないですよね。2万しか食らわなかったので。サンダービームなんだろうな。アラガンサンダー、これは全員3回してどうでしょうね。落ちたところに何も残らないですね。ただの AOE ダメージですね。お、でもこの私もね、動画で AOE AOE って言わせていただいてるんですけど、 AOE が未だにこう何の略か分かってないんですよね。エリアオブ、エリアオブエネミー、エリアオブなんだろうな誰か優しい方コメントで教えてください。さて残り 53% よいしょ。ここまで AOE AOE 言っててね、もしなんか AOE じゃなかったら結構寂しい、恥ずかしい感じになりますよね。あのサンダービームやはりメインタンクに痛いやつでございますか。 MTI メインタンクに痛いやつそんなに食らわないですね。よいしょ。さーて残り 40%、 やはりちょっと火力を出すのがね、装備、これは、おー、なるほど、合わせてくる。いやー、これいろいろ合わせてくる。これ食らっちゃいますよね。これ1個は絶対しょうがないのかな。なるほど、地面のねポチッと、さらにあの雷の弾とマーキング AOE3 つ合わせてきましたね。あれはもうちょっとどれかを諦めてね、1個だけ食らうとかそういった方向で、3個食らうと多分死んじゃう。できるだけ被害が少なくなるようなところで受けてあげる必要がありますかね。わーわーわー食らう、食らってくー。なるほど。で、あれですね、雷の弾は火ダメが増えてしまうんですね。優先順位は高い、雷の弾をかわす優先順位を高めですね。でもあの AOE どうなんでしょうね。地面の AOE はめちゃくちゃ痛い気がしますが、なあ、なるほど、今面白いですね。割と簡単かなと思っていましたけど、やっぱ合わせ技を使ってくるっていうのはいいですね。さあ来い。お、ディフェンダーイヤリングの文字が見えたぞ。ディフェンダーイヤリングやりましたね。ついに装備の更新です。あ、ちょっと画面が切り替わってしまった。最強やったね。いやー、しかしながらずっと音楽がエレキロックかっこいいですね。暴走戦艦以来ですかね、こういった曲調のダンジョンは。私はロック好きなので、こういう音楽鳴ってると高まりますけれどもね。ただ戦闘が始まってしまうと残念なことにゆっくりね音楽聴いている余裕がないと申しますかふとした時にね、あ、この曲いいなって思うんですけれども、なかなか戦闘中はね、こう耳、音楽を耳に、音楽を耳に、耳に音楽を傾けることが難しいですね。よいしょ。3匹マキシッポラボ、 MP ができ次第漆黒の波動。よいしょ。こいつがちょっと残っているな。よいしょ、漆黒の波動、あ、外した。よいしょ。はい、オッケー。さて、おっと、今度は4匹でございます。なんかモヤモヤしていますが、追加、お、なんかでもなんか面白い形の敵ですね。面白い形というか、なんかこう実体が現れていないような、そんな感じですね。ルミナスサレーション、何をしてくるんだ。16000、雑魚にしては結構痛い攻撃を使ってくる。よいしょ。ここでブラッドテリリアムを使って
5連続クワイタスで大ダメージを与えていきましょうね。3発、4発、はい、5発、いけなかったギリギリ5発いけない。よいしょ。さて残り3匹になっておりますね。よいしょ、 OK かな。さてあと一山二山で最後のボスなりますでしょうかね。よいしょ。次元先行装置、かなりメカメカしたダンジョン、うわーいっぱいいるように見える。まとめますか。防御バフも溜まっておりますので、4体ですね、4体。この先にはいないですよね。よしよし、4体でやりましょう。おーっと、なるほど、スタン、あ、スタン通りますね。 OK OK、 スタンさえ通ってしまえば雑魚の AOE はね、物の数ではないですね。まあ、でもちょっと4匹もいるとね、なかなかタゲが合わせにくいというのはありますが、そこはね、もうここまで来ているタンクさんであれば熟達の技でね、なんとか、おっと、そしてもう無理ダメだよ、スタンはそんなにポンポン打てないんだから。結構アグレッシブに使ってきますね、大技。よいしょ、残り3匹、残りに、あー、結構使ってきます。よいしょ、ここはスタンが間に合った。よいしょ、はい、オッケー。あの3匹とプラス1匹、この名前シュワシュワケトル、いや、あれシュワシュワケトル、シュワシュワケトル君をちょっと先にやってあげる必要があると思ったら、両方ともシュワシュワケトルやないかい。よいしょ、これで、いやー、これ2匹同時に来たら、2匹同時に来たらきついなと思ったら、2匹同時に来る。いやー、ギリギリかわしてますね。まあ、どの程度食らってしまうかっていうのはわからないですが、よいしょ、久しぶりの単体火力なんでいいですね。影見も出してみました。これはスタンで止めましょうね。止まってない、スタンがそもそも打ててない。よいしょ、暗黒騎士で、あのスキルスタックですか、スキルスタック唯一ですかね、このフランジカット飛んでくやつですね。結構まああれにこう溜まってると便利な局面は多いんですが、火力のためというよりはね、移動のために使うことが多いので、まあ便利ですね。おーと、これが、あ、クリスタルタワーが、タイクーン、あ、音楽が飛行船ですね、ライバルウィングズの音楽だ、いいですね。でもしかもなんかちょっとポップなアレンジがかかっている気がしますね。あ、イヤリングさっきも出ましたよね、これね、そうよね、かぶっていく。いやー、すごい、なんかもうすごい、もうすごい語彙力、感想がすごいしか出てこないし、タイクーンっていうとね、 FF5 のタイクーン城を思い出しますよね。さーて、激化でかいなでかい、よいしょ、ちょっと上を見上げる形、魔導クロスレーザー、おーおーおー、これはリプライザルでいいのか、リプライザル合わせておきましょうね。あ、クロスレーザーは十字ですね、言うて十字、あれ、しかもなんかずっとなんか時間停止解除までって言ってるな、食らうと何だい、時間が停止されてしまうんですかね。なかなか恐ろしい技ですね。ちょっと一回食らってみたい思いもありますが、さすがにそれちょっと我慢しましょうね。魔導プロテクティブレーザー、プロテクティブレーザー、タイクーンビットの時間停止を実行、うん、タイクーンビットってのが時間が止まるのか、ちょっとまだ食らってみないことにはわからないな。てか、あー、死んでいる、なるほど、食らってしまうとああなってしまう感じが、うん、食らってみたいとか思っている場合ではなさそうですね。いや、そしてこれでかいので、視野がもう端っこにいると視野がこいつで埋まってしまいますね。特にあたりの様子、レールキャノン、これメインタンクに痛いやつ。よし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 、そんなダメージなかったですね、今ね、バリアと普通にランパードだけで。プロティクティブレーザーは
いや違うな、クロスのやつじゃないからどういう方向に行くんだろうな。あ、でも後ろになんか出てるんですね、多分ね。ピットというのがおそらく出ていて、これは範囲ですね。ちょっと私からは見えない、あのね、四角で囲まれた場所、あそこがおそらく、おー痛い、魔導レーザー範囲内ということなんでしょうね。残り 68% 硬いですね。ハイテンションディスチャージャー、なんだろうな、ハイテンションなのかな、テンション上げ上げってことですかね。これは魔導クロスレーザー、音楽が特に変わるでもなく、これはちょっと斜めですね。縦横の十字に来ますので、斜めに逃げてあげれば食らうことはない。よいしょよいしょ。さあここからブラッドスピラーで5発、よいしょ。おーっと、ギリギリ、私は大丈夫だけれども、あーそうですよね、範囲がかなり広い感じですが、レールキャノンはメインタンクに痛いやつ、ブラックナイトしっかり合わせてあげましょう。さて残り 50%、 どうでしょうね、まだ出てない技、出たプロティクルレーザー、あーこれ、この周りの、あの周りですね、フィールドの周りから、あのなんて言うんでしょうね、ガンビットのようなものがいて、あいつから出てるんですね。クロスレーザーは斜めに逃げる。もうフィールドのほぼ8割9割がこの AOE に含まれてしまっておりますね。ここで範囲攻撃、よいしょ、これはかなり痛いぞ。なるほど、こう AOE 結構余計ゲーですね、余計ゲー。よし、影見を呼びましょう。エールキャノンはメインタンクにいたやつ、ギリギリバリアが間に合いましたね、ブラックナイト。よいしょ、残り 40% プロティクティブレーダー、いや、この外側のこいつですね、フィールドの外側から直線攻撃で、あれに捉えられてしまうと、先ほどの方多分一発でしたので、おそらく即死。そしてクロスレーザーは斜め、この斜めのところで避けてあげる。しっかりこれさえ分かっていれば、今のところあー、魔導クリスタル、これちょっと離れていいですね。はい、オッケー。この端っこ、戦う場所、これ端っこでよかったんですかね。真ん中に持っていってあげるとどうだろうな、メリットはあるであろうか。レールキャノンはメインタンクに痛いやつ。さあ、タイクーン、かつてのね、王城タイクーン城の名を冠したこれ魔導飛行場というところですが、プロティクティブレーザーは周囲ですね、あそこにいるガンビットから直線攻撃。さあ残り 17%、 よいしょ、魔導クリスタルは頭にマークがつく AOE ですね。いや、食らってく、いやはー、ギリギリアウトでしたね。クリスタル破裂、これはまずいか。よいしょ、一応念のためリビングデッドを使っておきます。あー、ヒーラーさんありがとう、ごめんな、食らってしまった。よいしょ、ハイテンションディスチャージャー、さっきは何でしたか、ハイテンションなのかなって言ったコメントしか覚えていない。ハイテンションディスチャージャーは特に何というわけでもないのかな。レールキャノンはメインタンクに痛いやつ。さあ 6%、 これはもうここから畳みかけて終われそうですね。プロティクティブレーザーはフィールドの外側からガンビット直線攻撃ですね。よいしょ、よし、いける。ここでブラッドスピラー5連続、はい、オッケー。ふー、レベル80のダンジョンでございましたが、まあ本当に通常のね、通路はかなり範囲ですね、範囲が本当に大事になってくるような形でございますね。それでは本日もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、ぜひ次の動画でお会いいたしましょう。それでは、またねー。